どうもこんにちは、ハヤトです。どうもこんにちは、クルトンです。さあやっていきましょう。第1回しりとりバトル、イエイ。イエイ。大きなバック。さあ始まりました、しりとりバトルでございます。さあ前回のおさらいでございます。しりとりをして取ったポケモンを6体ずつ使ってバトルをするという尊敬なバトルでございます。誰が考えたんですか、今回の企画は。私の持ち込み企画ですよ。さすがでございます。つまりもうね、完璧にもうメタは回ってる、頭の中で。のでしょ、さすがに。もう完璧だよ。完璧だよ、ね、完璧。そんな中、しりとりのリから始まりまして、クルトン君がリから始まった。まあ、何ですか。リングマ。はい。それに対して私がマリルリ。リオル。リオル。はい。それに対して、題名。あやとが、ウカリオ。私、クルトンがオーガポンと言いました。はい。で、ここでオーガポン、普通のしりとりだったらこのオーガポンで終わってしまうんですが、今回特殊ルールとして、んで終わるポケモンはその前の文字を使用することが可能というルールですので、このほに対して、ほかほを、ハヤトは選択することができます。私、ハヤトの3巡目が、ポリゴン2でございます。はい。で、私、クルトンの4巡目が、ツンベアでございます。ハヤト4巡目がなんと、創造神アルセウス、ツンベアアレアルセウスでございます。愛着ですね。伝説使えるね。アドメ完全に。いやーそうなんですよ。でアルセウスと言われてしまいから始まるポケモンがなかなか出てこなかったということで、はい、何度かヒントをもらい、どっちのを絞りに絞ってスナイビが出てきたと。スナイビ。ナイビ。はい。で、ビと火が使えるので、私はヒードランを選択しました。はい。で、んで終わるんで、その前、ヒードラ、ラから、あるポケモン。ということで、私が最後にランドロスを、はい、いたしました、はい。そしてね、前回クルトン君が苦しめられたスナイビの巣でございますが、私60名は砂の毛皮を選出することに成功しました。すごいよね。発案者とは思えないはず。ちょっと偏り。アルセウス私もやばいしさ。え、マジでこれランドガポン以外何するの？何もしないよ。何もしないよ。当たり前だ。何もできないじゃん。だって確かに。そんなスペックないよ。はい、キャッツアイね。キャッツアイ。正直やばい。これで、逆にちょっととても上手い人たちがどういう風に組むのかを知りたい。多分解決策はあるんだろうよ。あのなんかスイカチャンネル的な。そう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 。人間的な。そうそうそう。奴らの手にかかったらどうなるか。あのお方々。あ、オリンポス十二神のね。はいはい。あのお方々の手にかかると。人間スイカ。これを入れないで。恥ずかしいから。なんですよ。まあでもね、勝ってみせるよ。さすがに。さすがに勝ちたい。確かに。発案者負けてたらね。わけわかんないじゃんね。ポケワカメ。うんうん。さあ、やっていきましょうか。やっていきましょう。それでは、試合の方へ、レッツゴー。それでは、クルトン君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょうか。誰から行こうかな。弱そう。何回見ても弱そう。いやー。え、どっちにアルセンス出す？アルセンス出さない方で、俺。じゃあ、アルセンス毎回出すわ。それやめて、それやめて、それはダメ。俺が1点目と3、なんだろう。2点目使っていいから。あ、そう、1回目と2回目で終わるわ。あ、じゃあ、何 ?1 回目と2回目で、もう分ける。そうそうそう。ああ、いいよいいよ。さすがにね。じゃあ、それでいこう。ね、アルセウスは死ぬよ。じゃあ、ランドロスとオガポン出す方で、じゃない方でアルセウスだ。最初いっぱいになり、俺が最終戦で負けると。いやー、じゃあ絶対アルセウスがいるときに1回も勝たなきゃいけないって。こんな姿もん。かわいいよね。こんな感じの抱き枕欲しい。じゃあどうする？初回にランドガポン作る。初回にじゃあランドロ、どうしようどうしようどうしよう。いや、ランドガポン使わんでも勝ってやるよ。ミスタル。初回なしで。じゃあ初回アルセウスでいけ。いや、まあわからないわからない。あ、何のためにこの会話したの？時間ないし。あ、迷いたまえよ。これいくか。え、なんだっけ、どの順番で投げるか忘れちゃったよ。あ、なに、ちゃんとパーティーの組み合わせと考えたの？一応ね。
対面構築で十分勝てそうなのに。やめてよ。え、てか、並びは決めてあったんだけど、もうちょっと、時間が、お前がなんか余計な会話するせいで。お、支え戦に決まったわ。さあ、それでは、クルタン君、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイパーボールの黄色のマリルリ、おしゃれじゃん。え、俺、リングマしか見えてないの。ハイパーボールの黄色のマリルリ。なんだこいつ、自分で捕まえたんじゃないか。え、あいつ何してくるんだろう。わからない。とりあえず、ここから入る。朝殴ろう。こっちの方が早いんだよ。うぬぬ。これはあかんじゃん。あかんじゃん。これはあかんじゃん。さあ。あかんじゃん。素直に対面構築で使えや。いや、誰。普通にしかいないだろうなと思って。ほぼ物理だろ、見りゃ。わかるやん。しかも何根性じゃない、替え玉じゃないの。わからない。わからないよって言うか。わかるじゃん。わかるか。待ってよ。急所に当たらんと負けるで。いきなり。マリルリごとき。ごときじゃないんだよな。マリルリ一体で割と全滅あるんだよな。ナヘビ？ナヘビ。かわいいやろ。かわいい。おお、16分の1回復か。これで毎ターン8分の1回復じゃん。いや、ね、必殺ドクドク玉。必殺ポイヒ。ポイヒ。ポイヒマリドリ鑑定。アクアリングって永続だっけ？永続だった気がすんな。永続。それきついな。やるよ。カット。なんだあいつ。え、マジ？何見て。なんだお前。え、俺が一番びっくりした。このマリルリが力持ちじゃないのはわかるけど、とはいえ抜群悪手だろ。マジ？ちょっと内備見直した。見直した。これ何？奇跡？いや、それはわかんない。ダメ系すればわかるじゃん。まあダメ系なんてダメで。ダメ系はダメ系。ダメ系。アクアリング、アクアジェット、アクアリング、アクアジェット、あと何見せたい？あと何回か見せてくれ。甘える。甘える。あ、捕まった。見たか。してない。どうせ分かるんだから。え、してない、してない。見たなんて持ってないし。持ってないって覚えないし。あ、そうじゃん。この国は入ってきたわ。アリドリは食いたんは覚えません。え、覚えそうなのにね。覚えたらめっちゃ強いよな。うん、クイタンマリリーは強い。タイプエフェクト長えな。え、これ TOT で勝てんじゃね？このままマリリー捕まえとけば。あれで、待って。あのままマリリーと遊んでいたい。クラジットのダメージが低いから、でも継続、係数ダメージと、回復量が一緒ない。そうね、8分の1だから、そうするとない？今から畑をちょっと覚えてくんね。そうすれば俺が勝つ。え、なにこの辺で回復技持ってんの。まあ、それはしません。あ、違う、え、同じ子、8分の1か。2ダメージだっていずれ終わるでしょ。だってそっちがこっちを殴り続ける限りまた砂嵐がどうするから、この砂は終わんねえ。いや、もう言ってることは分かる、言ってることは分かるけど、この夢は終わらねえから。え、だってこのままさ、最後のワンウェポン地ならしとかで削っていけば俺が勝つんじゃない？あ、地ならしがこれ回復量のが多くなら俺別にもう攻撃しなきゃいい。地ならし、なんだら、そうね、なんだら。でもあり地獄攻撃しないと地ならし分減ってく。うん、そうね、攻撃しないと地ならし分本当にちょっとずつ減ってく。地の地獄ってこれ何？砂がやんでも炎の渦みたいな単数じゃない？単数だから、なくなった地地獄が枯れた瞬間にカイトはちょうどタイミングよく交換するか、
まあ、ラス1何かラス1何かをするか。じゃないと、機能ではないでしょう。で、これ、ちょっと、砂蛇引かない方が、飛んでるか。あ、やべ、動けない。動けないボーナスもある。めっちゃ遅いです、マリビビ。あ、収まった。で、アクアジェッティにすればいい。すればいいのよって、それ、いや、あなたの感想ですよね。だから、ポイント。回復量が上がってる。まだ止まってる。逃げたい。ああ、戻すことができない。6キロ負けてるからな。苦戦してもいいのか。まあ、砂ひびが思いのほか硬いということが分かったから、ちょっともうちょっと大事にしたい。有効なね。そういうか。リング待って、これ何根性以外のいけます。これはなんかあの煽りとかじゃなくて本当に知らない。じゃあ根性以外。なんで替え玉持ってないの。じゃあこいつが奇跡じゃん。バランなんか自らを状態以上にする技がある。ああなるほどね。なんかあるかそういう技。混乱って状態変化でしょ。混乱じゃ奇跡は発動しない。いけよこいつ役に立たない。いけ創造神。夢かないし、アルテウス。かっけぇ悪よく踏んだ。予想あテラス。おわ。テラスはキルさん。クマだもん。クマだ。え、ちょっと待って、悪は一番予測してなかった。2番は ?2 番は、エスパーはエスパーは、1番。エスパーは1番。マテラから元気。トゾシン叩くね。ダサいねー。でも、ゴツメじゃない。違う、ゴツメじゃないよ。絶対に。あいつアクプレートだよ。そりゃそうやろ。いいのかな止める。さっきの、きっちりだっけ。だって。中。あれ。待って、待って。さっきの詰めてるとこしてんじゃないの。じゃない。可能だもん。だって、ノーマルタイプだったんだもん。波動弾がこのダメージでしょ威力90、半減45。で、サバキの続けはそこに 1.5 倍。じゃあ違う、100、1.5 倍に150。そこにさらにプレートで 1.2 倍、180ぐらい。このダメージかける4倍ってことか。入る。あー、怪しいね。怪しい。5分の1は、来てるわ。ジャンク。ほんとかいや、わからん。適当だから。ぱっと見、まあ、パッと見はさばきのつぶては大切。ギアニーズ？こちら、よいしょ。いや、入るね。でもまあ。スパヤさんも A も下がった。やめて。あっさいね。あー、ちょっと、あ無意識に今逃げろっすか。体が、こう待ってる。こう待ってる。なるほどね。減る。あ、でもですね。もう、また来たよ。波動弾ぐらいじゃあれだもん。ヒヤミズはまあ。あ、じゃあこれもう一回ヒヤミズ食らったとしても、から元気で落とせる。確かに。波動弾も耐える。確かに。こちらね。これ勝ちだよ。え、これアルセウス突破できるの勝ちだろ。波動弾痛いね、あいつ。奇跡じゃん。え、これ勝ちだろ。ウィン。まずいね。え、だって、ここからなんか高い高ある。ない。だよな。ああ、よかった、勝った。負けた。ヒードランなんて、スパヘビの一切。わからん。このヒードラン何？わからん。一旦引いてから決めたよ。一旦ね。こいつのライフ大事だから。ライフで受けたらあかんの。いっちゃうあかんの。やばい。あー、なるほどね。アルセウスがいない。砂もう砂蛇のエイジよ。マジで
別に飛行テラスじゃなければやったか飛行テラス地面に2体いるから3体2体か飛行テラスセットあるな全部で何体全部です2体2体ということは全部で2体いやでもこっちが有利だろステロ負けって負けマリブリマ引ってんだろ確かにあ飛行テラスなのかなまあちょっとお、テラスタル、テラスタルだ。それ旧世代で追加された新要素だからね。知らないでしょ、テラスタル。頭に宝石乗っかるから。これ一番最初のやつだ。キラキラ。いやーまあそうだよな、そうだよな、わかるわかるわかる。わかるよ。頑張れ、ヒドラ。ブランキー。ホテラマ。耐えねえ。まあね、タイプも耐えなくても関係ないから。そこはあんまり。耐えたとしてもだって どうせ次の地面を出すから透かされてあそっかテラス切るのが早かったかそうそうこれはどない こないねえこないねえひるむこのあたりひるまないねええ、負け？ひるめ、ひるめ、ひるめ周りの妖精テレバース外せ外れる外れないいいねあ、テレバースより威力高いですそうね風営の方がはい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 なるほどねなるほど状況を理解した噴煙テラバースと身代わり守るだろう回復技はヒドラ覚えないから眠り以外クマ採用してないやろだからマリドニー引いてあれでしょ POD でしょえさあダメこの POD 結構怪しくねでも一旦引く一旦ねでこの1対1以上であればだからおはようございますモーニングモーニングでそれステロヒドラに入るのめっちゃきついし仮にマリルリがなんか2回連続でまひったりしたら俺の勝ちだね あいつ何好み持ってんのか持ってないや何持ってんの眠猫ってことかあーそう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 いうことあやっと理解した 1.5 倍になるからねこれでそうねテッパチみたいなもんかあとは運ゲーを腹元気出たら俺って OK 腹元気大変やろノマテラ 1.5 倍 1.5 倍よいけいけいけ腹元気しろ半分の 1? 半分の1ガッサーまひれ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 もう終わったーやばだったこれだと身代わりすればいいそうねそうねもうこれはついよりセコ。いや違う九章があるからまだ俺は諦めない。せっかく創造神いる時に創造神突破できたんだからこの試合は勝ちたいよ。まだまだあるまだあるここ九章当てればある。あるよ。いけ。クマさんだもんね。しょうがないよね。お眠り。冬だから。わかるわかる。ごめんごめんごめん。あーもう収まるしよちょっと待って、まあ、次起きるじゃん次のから元気急所でも勝ち俺の勝ちあてか意外と勝ちの目はまだ全然残ってるまあまあまあ関係ない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 少しでもね体力整えるそれはそう POD マリオこれマリブリ突破すれば俺の勝ちでしょこれ眠るあるからヒドランの攻撃は耐えれるああそうだ敵だからなんと急所に当たっちまいなできない時のカラーゲンが多分急所落ちてないんだよねかなぁ初回でもテラスしてなかった
2.25 倍。いや、半分いってない。3割。あ、じゃあ負けるもしかして。これ、いや、別に連続90だ。では、多分いってない。じゃあ、無理や。いや、HP や。ああ、まあまあ、とりあえずからいい。さっきからいい。だって回復技がないということが判明したから、あの、MVP。うわぁ、負けたぁ。オーケー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 。そろそろ負けるよ。でも今、負けたね。あ、間違えた。そろそろ急所当たる。確かに。だって、半減の、半減、これの4倍でしょ？与えるダメージ。3倍か。これの3倍プラス、急所だから 1.5 倍。3倍プラス 4.5 倍のダメージが。91.8% 入ってる。ダメージ2倍。46.4%。ここで 69.6%。不利。2連急所。1回急所、カヤとマキル、うん、もう1回急所。まあ、やるだけやってみよう。高い試合になりそう。この甘えるはきついって、吹っ飛ばすあればよかった。覚えないよ。トイレは覚えたかな、確か。トイレは覚える。あくびも覚える。あくび覚える。終わった。頑張った。あくびはいらん。でもそれ、ああなるほどね、なるほどね。あきがめん。僕が守るね。あるよ。わかるわ。行動順でね。花言語これ調べるか。話終わんなそう。ただ増やしてない。20じゃん。いや、これはもうちょっと。いやー、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。あと3分なら最後まで。いける？あ、まあ2ヶ月の素材として。あ、な。あー、2回急所に当たればいいんだよ。たったの。守るが失敗してね。守るが抵抗してもいい。急所守るの回復量、急所だったら多分、急所が勝つから。ほんとか？わかんない、諸説だけど。あ、だけど 60% 入るんだよ。だから、そうね、守る急所、守る。くぬち入る。うん、守るね。くぬちで 12.5 か。クリア。最低ランク4。あ、今のサイコランスだった。トランスが、救助の最高ランスが 69.5。 あ、じゃあ無理だ。じゃあ無理だわ。お、2連休、2連守る成功。このあと2分。完全にあと2分。いやー、悔しい、勝てた。最初の、ね、寝言でから元気引いてたら勝ってた。うわ、勝てたじゃないじゃん。これを勝てたっていうのは無理があります。まあそうね。ええだこいつ。ね、なんか思ったよりでもスナヘビもリングマも戦えるね。よかった。うん、思ったより。なんかアルセウスの顔してる。いやー、本当にもったいないよ。まあでも次アルセウスがいないから、うん、俺が勝つ。オーガポン劇場。オーガポン劇場へ。ってことはリオルが晴れを。まあ、そのプランですね。わかんないよ。リオル普通に戦うかもしれない。だって先生技も思ってるやつもいないでしょ。キルリ出しちゃった。あ、ルカリオがいいんじゃん。ルカリオいます。なんと。ルカリオが先生技持ってよし、ちょっと時間切れかな。ペリでもいいのか。落ちてもいい。あ、落ちたらあかん。落ちたらあかんじゃん。落ちたらあかん。あ、でも落ちはしない。そう、落ちない。落ちたらあかんけど、落ちない。いや、素直に火炎玉か。いや、でも火炎玉だったらあの超高耐久も実現できなかったから、まあやっぱ最後、あと30分。はい、好きな技をせよ。マジ。
HP 総量でか。あっぱれねラスイッチでも。そうね。これが急所なら。よし。HP 総量でも勝ってる。完全回復。いや、まあでもね、マリルイの型見れたし、アルセウスの技も2つ見れた。で、タイプも見れた。アルセウス。あー、すぐ帰るか。帰るな。帰るな、それは。まあだから、2戦目勝てば3戦目勝てる可能性が高い。なるほど。そう、なんかね、リオルに寄ってるね。